さあジェイク・シールズが大好きでリングネームをジェイク・村田としている31歳、対して清水俊一は36歳。ノールックだったり金原選手、清水はちょっとこれも MMA の悪い癖ですね。これはもうしょうがないです。これはもうしょうがないです、はい、スタンドで打撃を出してしまいました。開始から1分半が過ぎようとしています。これ1分以内にグラップリングにならない場合は強制的にそのグラップリングの体勢になることに。清水今度はトップを取りました。逆になりましたね。そうですね。うわー、これボディを叩いていきます。この翔打のみ OK なんですね。挑戦しました清水。清水選手はまあどんなルールでも、はい、挑戦しますからね、まあ、いろんな国も行ってますしね、はい、骨が硬いので、はあ、手のひらのこう付け根の硬い部分、はい、ここの部分で、はい、思いっきり叩いてくるんで選ぶことになります。先行の方が有利なんですか、後攻の方が有利なんですかね。先輩どうですか。でやってることが多いですね。さあ始まりました。これ15秒以内に抜ければ清水選手の勝ち。抜けましたね。今作って笑顔です。勝ったのは清水俊一、まあ、こちらはオーバータイム1分半のうち清水選手が